今回紹介するのは7日間で受かる登録販売者テキスト問題集2018年度版という本ですワンポイントアドバイス過去の同書と同じ内容であれば解答のワンポイントアドバイスが秀逸ですこれを読むだけでも勉強になる上に試験のポイントがつかめますこの問題集は解だと思います さらに、問題数も多い暗記試験なので、テキストで重要点を振り返りながらの勉強になると思います。しかし、多分7日での合格は相当きついです。 薬に触れていないどしろ大人平平凡々な自分だと最低でも3ヶ月程度はかかるような気がしました。ウェブでも過去問があったのでそちらも使っての受験勉強になると思います。大型書店チェーンの登録販売者試験対策書部門で4年連続売上ナンバーワンテキストと過去問題 模擬テストを一冊にまとめたオールインワンの試験対策書の最新版出題ポイントのみに絞り込んだ内容で短期間で効率よく合格点を目指す2018年3月改正試験問題の作成に関する手引き対応以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。